オープン選手権、ご覧のようにアブドラザ・ブッチャー対ドン・レオ・ジョナサンの一戦を迎えております。30分の一本勝負で行われますこの対戦でございます。レフリーは NWA のオフィシャルレフリー、ジョー・ヒグチさんです。狂気シューズ、これを点検いたしました、ジョー・ヒグチです。今夜のアブドラザ・ブッチャーの相手はドン・レオ・ジョナサンだが、早くもアブドラザ・ブッチャーが襲いかかりました。山田さん、この一戦も荒れそうですね。そうですね。早くも場外乱闘になりました。場外乱闘でございます。新聞記者席にドン・レオ・ジョナサンの死体を持っていきました。そしてトレーニングシャツでアブドラザ・ブッチャーの首を締めに行きます。ドン・レオ・ジョナサンであります。怪力です。ドン・レオ・ジョナサン、196センチ、138キロでございます。ゆっくりと締めて、早くもリングサイドのお客様がずーっと後ろに下がりました。鉄柱にぶつける、鉄柱にぶつけました。アブドラザ・ブッチャーのギザギザに割れた額であります。早くも直撃いたしました。ドン・レオ・ジョナサンがものすごいハードな攻撃であります。鉄柱にぶつける、4回、5回、6回、7回、8回、打ち付けました。これにはたまりません。アブドラザ・ブッチャー激しい攻撃であります。ドン・レオ・ジョナサン、早くも鮮血、死体が割れました。早くも真っ二つに割れました。山田さん、大きな背中しか見えませんが、死体割れてますね。そうですね。またしても追い打ちをかけます。ドン・レオ・ジョナサンです。ジャンプ1番、頭にチョップを見舞いました。ジョナサンであります。ジョナサンも目には目をといったところでしょうか。このオープン選手権、クリーンなファイトを展開しているドン・レオ・ジョナサン。しかし、おっと、新聞記者席の大きな机を持ち出して、脳天から、この机を打ち下ろしました。これにはたまりません。アブドラザ・ブッチャー後ろに一歩後退、睨み合いました。はい、自分から仕掛けたこのラフ三方なんですがね、さすがにジョナサンはね、怒ってますね。怒ってますね。頭からパンチを見舞います。ドン・レオ・ジョナサンです。しかし、まだまだ深追いは禁物です。深追いは禁物。ドン・レオ・ジョナサン、しかし今のところ先手を取りました。ジョナサン先手を取っています。パンチ攻撃だ。額に大きなパンチを見舞います。今度は振り下ろすようなハンマーパンチだ。額に打ち下ろします。ぐーっと後ろの方に下がりました。アブドラザ・ブッチャー後ろに下がりました。暗闇の中に消えていきます。2つの塊、すごい攻撃です。天井高く、これを振り上げて、それを落としました。ドン・レオ・ジョナサンです。ジョー・ヒグチが、ドン・レオ・ジョ、興奮したドン・レオ・ジョナサンをリングの中に入れと命じました。アブドラザ・ブッチャーもエプロンに膝を落としました。両者がリングの中に入ろうとします。激しいニーパット、ニードロップの連続攻撃、額にストンピングを打ちます。全く手を休めません。ドン・レオ・ジョナサン、左右からのパンチ攻撃だ。脳天に、ギザギザの額に、今度は背中から後ろから羽交い締めにしようとする戦法であります。ドン・レオ・ジョナサン正面を向きました。パンチの雨嵐であります。完全に額が割れました。鮮血、いや血がドローッと出ました。ものすごい血の量であります。リングの中央、左の腕を取ってロープに放り投げるぞ。待っているか、あっと、ドロップキック、ドロップキック、ドン・レオ・ジョナサン、ドロップキック、激しい当たりを見せるジョナサン、ドロップキック、強烈なドロップキックであります。殺人台風、ドン・レオ・ジョナサン大きく持ち上げてボディースラム、そして体落とし。これはちょっと自爆いたしました。ジョナサン自爆いたしました。こっからの攻撃です。アブドラブッチャーがジャンピングエルボードロップ、一発で効いた。ジャンピングエルボードロップ一発です。カウント3ですね。3ですね。カウント3ですね。一発です。すごいですね。判定に不服か。ジョナサンが怒りました。ゴングが鳴っております。勝負はつきました。アブドラザ・ブッチャー一発で仕留めました。ブッチャーが逃げます。これを不可応有する。ドン・レオ・ジョナサンでございます。しかし、勝負はついていますが、暗闇の中で2人の対決が行われております。ブッチャーのエルボードロップ、完全に一発で仕留めましたね。一発ですね。カウント3ですね。本当に瞬間的に決まりました。ジャンピングエルボードロップ、これには怒りを表しております。ドン・レオ・ジョナサン、まだ追いかける、まだ追いかける。かなり大きいこの宮城県スポーツセンターでありますが、もうお客様はずっと後ろに下がりました。暗闇の中で2人の対決が行われています。何か持ち出したようです。ドン・レオ・ジョナサン、いや拳で拳を振り上げます。ジョナサンがね、これまでは完全にリードを奪っていたんですね、はい、本当に一発のエルボードロップ、はい、ぐさっと決まった瞬間にカウント3ですね。そうですね、あれがやはり恐怖のエルボードロップですね、一発で仕留めまして勝ち点2を上げております。いやー、しかしこの負けはこのジョナサンにしても一方的に打ち勝っていただけに惜しい星を落としましたですね。そうですね、しかしね、これ冷静に見なくちゃいかんですね、はい、やはりブッチャーのね、本当に恐るべき底力と言いましょうか、V サインであります。 V サイン、しかし勝負は負けています。ジョー・
口レフリーに抗議を申し込んでおります。ドン・レオ・ジョナサン、しかし一発のジャンピングエルボードロップ、本当に一発で決まりました。このアブドラズ・ブッチャーが大型のドン・レオ・ジョナサンをジャンピングエルボードロップで打ち破った試合でございます。ゆっくりとまた怒りの表情でキャンバス上のドン・レオ・ジョナサンを凝視しております。ご覧いただきましょう、この地です。このオープン選手権大会でも毎試合血を流しています。おそらく1リットル以上の血を流していることでしょう。アブドラザ・ブッチャーでございます。すごいスタミナの持ち主であります。ゆっくりとやってまいりました。私どもの放送席にやってまいります。モニターテレビを抱え上げて、これをドン・レオ・ジョナサンにぶつけようというようなジェスチャーを見せました。アブドラザ・ブッチャーであります。しかし一発のジャンピングエルボードロップ、アブドラザ・ブッチャーがドン・レオ・ジョナサンを打ち破りました。まだ怒りを表情に表すドン・レオ・ジョナサン、全日本プロレスの若手選手がドン・レオ・ジョナサンを止めようといたしますが、荒れ狂っておりますアブドラザ・ブッチャー、体当たりを見せました。一撃で数メートル後ろに吹っ飛びました。おっと、全日本プロレスの伊藤選手あたりにエルボーバットを見舞いました。黒い大型台風アブドラザ・ブッチャーであります。ものすごい稲妻のような動き、黒い肌ピカピカと光っています。絶好調のアブドラザ・ブッチャー、先手を奪われましたけれども、全くリングに上がった途端にジャンピングエルボードロップ、一発で大型のドン・レオ・ジョナサンを打ち破りました。